私の防災です。能登半島地震の取材に当たっていた和田記者とお伝えします。今回の地震では多くの住宅が被害を受けていますが、私たちが取材に入った富山県でも震度5強の揺れで家屋の倒壊が相次ぐなど甚大な被害となっています。見えてきたのは住宅の耐震化の重要性です。富山県揺れてます。富山県揺れてます。最大震度5強を観測した富山県。富山県においては観測史上最大です。能登半島の付け根に位置する富山県氷見市。地震の揺れでガラスが割れてしまったり、家の骨格が歪んでしまったりしています。そしてこちら、歴史のある酒屋さんということなんですが、1階部分が押しつぶされてしまっています。確認された建物への被害は900棟を超えました。このうち全壊は16棟で、すべて氷見市の建物です。市の職員が現場を調査して明らかになったのが、築年数の古い家屋がやっぱ損害が大きいのかなという、そういった印象ですね。思った以上にひどかったですね。この地域は築50年を超える木造の建物が密集しているそうで、こちらの住宅では建物が歪んでしまいました。でもなんか動かない。そう、これ以上幅あかんがです。これなぜですか？固まったがでしょうね。入ってわかりますけど、こう左にこう傾いてますね。固まってますよ。そう、ほらたかこの六尺の塔の間に何センチ隙間ができちゃってる。そうそうそう。ちょっとしばらくいると気分が おかしいでしょ。はい。床に物を置いてみると、家の角度が一度でも傾けば体調に支障をきたすと言われています。この家は耐震化はしてますか？耐震化で、その地震に強く、なんかそんなことを、地震のことでも気もつけてませんすかにね。1981年以前に建てられた建物は耐震性が不十分な場合も多くあるため、自治体が補助金を用意するなど耐震化を進めています。住宅の耐震化率は全国平均の 87% に対して、富山県全体では 80%、 氷見市に至っては 64% にとどまっています。背景には高齢化が進み、今さらお金をかけて対策する必要性を感じないという心理があります。どんな自然の力の恐ろしさじゃ本当に計り知れませんね。静岡県の地震防災センターでは、耐震化の必要性を実感できる設備があります。左側は筋交など耐震化を施した建物、右側は補強をしていない建物です。揺らしてみると、大きな地震が来ました。耐震化していない建物は崩れ落ち、中にいる人への影響が想像できます。静岡県内の耐震化率はおよそ 90%、 逆に言えば 10% はまだ耐震化されていないということです。耐震基準、昭和56年に改正されましたけれど、これは家を守るんじゃなくて命を守るための基準ですので、今回の災害でも顕著になりましたけれど、帰省された方がですね、親戚の方とかご家族がこう亡くなったりというようなこともありますので、家族全体の命を守るということで認識していただいて、ぜひ対処していただきたいと思っています。時を選ばず元日に発生した巨大地震は、誰もが今すぐに備える必要性を示唆しています。
震災時においては高齢者が真っ先に災害弱者になってしまいます。高齢だから耐震化は今更ではなく、高齢者こそ耐震化が必要という考えのもと、家族が一緒になって行動に移していくことが大切です。実際に被災した方々からはどんな声が聞かれましたか？はい、こんな揺れは初めてという言葉が多かったです。専門家によりますと、富山県内における今回の揺れ以上の地震は150年以上前の江戸時代にまで遡ります。静岡県においてもどこまでリアルに想像し具体的に対策できるかが問われています。和田記者のリポートでした。